ましたペンネームはじめさんお題が大人の話とのことなので大人の話何かあったかなと考えていたんですがふと「大人の定義って何だろう?」となりました伊沢さんが思う大人の定義って何だと思いますかはいこれはいこれ2年前に僕はこれ大人の定義大人とは何ぞやっていうのをねグーグルで調べたことがあるんですよそこでまず一発目に出てきたことね あのー、大人の定義って調べて一番上のまあサイトを調べて一発目に出てきたことそれは何かというと子供の心を持っはいちゅうことはもうつまり伊沢大人ちゅうことです、うん、いつまでたっても子どもの心持ってるからあの友達の子供とかと喋るときもねもう本当に容赦しないからね容赦しないあの 見て!」とか言って「このゲーム僕強いんだよ」とか言われてもあ「俺のがすごいよ」「切り口それ」あ「俺の方が半端ないから俺めっちゃ強いからこれ」っつってまず子供をゲームの中でボコボコにしてから、えー、と仲良くなります。はいいそそういう大人ですそれが大人人でですすれが